2014年7月15日、ぼかしとカット4軍事機密。余命。海上、海中は機密とカットの塊です。笑い。D さん、お願いします。D。軍事機密をどういう事案で、どのレベルで設定するかというのは大変難しい問題です。まずは仮想敵国の兵器の能力、運用の比較問題があるからですす。また平時と戦時では状況が全く異なるので、そのあたりの考慮も必要です。モデルに中国空母遼寧を取り上げます。行動能力1週間。沿岸空母ですね。走行速度約20ノット。すさまじい鈍速ですね。艦隊を組めば40ノットの新鋭瞬速艦、スルド瞬速艦も20ノットです。なぜかバルチック艦隊を連想させますね。笑い。遼寧はカタパルトがない上、あまりにも遅いため艦載機の発進は風上に向かっての全速が必要です。無風の場合は全部装を外し、燃料も3分の1にしなければなりません。そして致命的なことは夜間の運用ができません。また建造からの年数と、初期設計からの大幅な改造、特にエンジンについては設計重量の4倍となっていることと、船体の切断、接合の繰り返しの影響で、空母全体の構造に歪みが出る恐れが出ていることです。ウクライナライナの鋼板と中国の鋼板は鋼質が違います。武器弾薬フル装備で出港した場合、悪天候で亀裂が発生、沈没という可能性があるのです。戦時に夜間の戦闘は不可能、出撃の戦闘機には武装がゼロ、急な舵取り離は転覆、亀裂沈没の危険性ありとなれば戦力になりません。これは軍事機密、機密ですよね。笑い。韓国では先ほど C さんの話にもありましたが、軍事衛星の情報は提供されていません、出ていません。2013年2月の北朝鮮ミサイル発射情報も韓国には伝えられませんでした、軍事 GPS が使えないため、データリンクができず、イージスシステム、は構築できません。よって米韓海軍演習は全く意味がありませんでした、この件、韓国政府は必死に言いしていましたね。戦時に米軍は韓国と共に戦わない、韓国を見捨てたという意思表示ですから、これも大変な軍事機密、ですね。笑い。韓国強襲揚陸艦ドクシマが4機のうち2機の発電機が故障、残りの2機で運用を要していたなんて、万一があれば2万トンもの大型軍艦が漂流なんて漫画になりかねないなんて余命さんが記述した直後、実際にやってしまいました。大笑い。そしてそのうちは、故障の発電機はなんとか総敵国日本で修理中理中だったそうです。大笑い。こんな運用をしていることも軍事機密ですね。また護衛艦ヒューガは F-35 もオスプレイも着艦できないと誰かさんが言ってましたが、米での非米合同演習ではきちんと着艦、収納されておりました。つまり甲板は耐熱コートされているということですね。あれ。これ軍事機密、かな。笑い。さて空におけるぼかしとカット機密ということですが、思いつくものはないですね、テーマはいくつもあるのですが、具体的なものというとまだすべてがアバウトなものばかりです、防衛省はザホンのステルス実証機進進プログラムを例に考察してみます。エンジンは IHI が主契約企業となってアフターバーナー怯えたツイン、ターボファン、方式の XF51。最大出力は各約5トンで、2つ合わせて10トン。出力方向を機動的に変更するためのエンジン推力変更パドルをエンジン陣の後方に3枚ずつ取り付け、エンジンの推力を直接変更できるようにしている機体の約3割に炭素繊維強化プラスチック、CFRP、が使われ軽量化されている。とりあえず武装はなく、レーダー、ステルス機材、塗料の研究開発、操縦性能、カウンターステルス開発を目的とした研究試作機であって、使用は前提公開されている。今年の9月に試作機が飛行の予定と言われているので、ぼかしやカットはこれからです。少なくともエンジンは10から15トンクラスが目標で、これは極秘になりそうですね。
その他は実際に飛行してデータを集めてからの作業になります。とはいえ、ハイエ各分野の研究開発は並行して進められているので、珍しく、日本のテレビ局が少なくとも10年20年前の話とわざわざ否定的報道していたのとは違って、大幅に時間は短縮されそうです。現実にはザホンでの研究開発は、5年が3年、3年が2年という驚異的な速度ですから、というサプライズがあるかもしれませんよ。笑い。すでに基本的な技術研究は終わっていて、ステルス戦闘機としての目標機能達成、機能達成にどうその技術をマッチングさせるかというレベルですから期待できますね、きますね。この新進プロジェクトと並行して進められている実戦戦闘機開発について2013年10月市ヶ谷で技術シンポジウムが開かれました。例によって日本メディアディアはソースルーでしたが、中間の関心は大変なもので、両国ともすぐに国内内で報道されたと聞いております。半年ほど前の古い記事で結構間違いがあるのですが、少なくとも彼らの見方として参考資料にはなるでしょう。なお、後段の P1 哨戒機と C-2 輸送機はすでに実戦配備されています。10214.01.07 朝鮮日報からの部分抜粋。2013年10月29日、日本の防衛省が主催した防衛技術シンポジウムでエキサイティングサイティングな戦闘機の形状が公開されて専門家たちの関心を引いた。日本本が独自開発中のステルス戦闘機 F3 の具体的な3次元デジタル形状、DMU、であった。ベールにくるまれているが、この日初めて一般に公開されたものである。この F3 戦闘機の形状は、2012年に設計されて 24DMU と呼ばれた日本が本格的なステルス機の量産に先立って、全体的な技術をテストするために作成された技術実証機、新進 ATDX、よりアップグレードされたものだった。F3 は、中国中黒ロシアなどの周辺国のステルス機に対抗するため射程距離 200km の最新型対艦ミサイルも搭載、日本が日米共同開発の形で作られれ、実戦配備された F2 支援戦闘機を代替するために開発されているものであるである。多くの国内外のメディアは、技術実証機新進を前に実戦配備されるレル F3 のような航空機で報道してきた。しかし、新進は、F3 を開発するための試験だけで本格的に量産が行われれ、実戦配備される航空機ではない。新進が技術実証機と呼ばれるのもこのためだ。1号機はメーカーである三菱重工業で初飛行を凍った後、2014年に航空自衛隊 A 隊に引き渡され、本格的な試験飛行に乗り出す計画だ。24DMU の見た目は世界最強のステルス戦闘機 F-22 と開発競争で敗れた米国ノースロップ社の IF-23 と類似した形態であることが明らかになり、注目目を集めた。空中機動性能とステルス性能を一緒に確保する設計がなされたのが特徴で、双発エンジンの戦闘機だ。長さ 15.7M、幅 10.6M で、米国ロッキード中黒マーティンティン社の F-35 よりも大きく、エンジンの推力も怖く、空中戦に勝るものと分析される。単発エンジンを搭載している F-35A のエンジン推力は最大 19.5T だが、日本 F-3 は、エンジン1個あたりの推力が 15T で、2つのエンジンの推力の合計は 30T を超える。日本は 24DMU に先立ち、1年前の2011年に 13DMU 形状を設計した。日本は 23DMU での空中戦シミュレーションを行い、その結果をもって改善点々を見つけて 24DMU を作成したことが分かった。23DMU は、前型ステルス性能を重視したのに対し、24DMU は、さらに側面ステルス性能まで確保した多形状であった。24DMU は各種ミサイル、爆弾が敵のレーダー並みを反射しないようにないように、飛行機に搭載する内部武装窓に 23DMU より改良された形態であった。日本はこれにとどまらず、優秀な機動性能と対空武装を制し、高度な統合アビオニクス機器などをすべて備わった 24DMU よりアップグレードされた 25DMU を作っている。日本はこの 25DMU と、2014年から本格的に試験飛行に入る新進のテスト結果などを総合して、
次期独自開発のステルス戦闘機 F3 の形状を最終決定停する予定だという。日本は内部武装窓、レーダー、火力制御システム開発も2017年までに終了する予定である。日本は総計100台の F3 を量産し、F35 よりも多くの数を保持持ちする予定であることが分かった。日本の防衛省は米国製 F35A を地上目標攻撃などに主に運用して、国産ステルス機 F3 は、空対空戦闘用に運用、中国、ロシア、韓国など周辺国のステルス機を相手するようにするという方針を持っていると伝えられた。F3 は射程距離が 200km にも及ぶ最新型日本製キサズム3対艦ミサイルも搭載され、対艦打撃能力も持つことになる。軍消息筋は日本が F3 を総発高性能ステルス戦闘機として開発しているだけに、私たちも韓国型戦闘機、KFX、を単発ではなく、総発エンジンのステルス機を開発しなければならないと述べた。最大時速 830km、航続距離 8000km 縦の最新型海上哨戒機 P1 は、すでに2昨年開発完了。実戦配備が本格化2013年3月、日本の防衛省は、最新型の国産海上哨戒機 P1 の開発完了を宣言し、実戦配備を本格化した。P1 は、エンジンなどのコンポーネントがすべて日本の純粋な技術で製作された初のジェット哨戒機として2000社以上の日本企業が開発に参加した。2007年1号機が初の試験飛行に成功した後、2011年から配備される予定だったが、強度試験中に翼と胴体に亀裂が発生し、配置が1年以上遅れた。P1 は、川崎重工業が作った4発エンジン哨戒機で、長さは 38M、伏は 35M、最大離陸重量は 80T である。ハープーンと ASM1 対艦ミサイル、マーベリック・ベリック空対艦ミサイル、MK46 魚雷など各種武装を 9T 以上搭載することができる。最大速度は時速 830km であり、航続距離は 8000km に達する。日本は米国を除いて、最も多くの P3C 海上哨戒機を保有している P1 は旧型 P3C に比べて航続距離や哨戒時間が長い。電子操作式レーダーなどの先端航空電子機器を備えており、米国の新型海上哨戒機 P8 ポセイドンと比較されることもある。今、日本の対潜水艦作戦能力は世界最高水準と評価されているが P1 の導入で、日本はより強力な対潜及び海上哨戒作戦能力を持つようになった。特に P1 は、米国に代わって西太平洋での中国の潜水艦と水上艦艇の活動を監視し、有事の際には直接打撃する役割を遂行することが期待されるる。日本は総70台の P1 を導入することが分かった。日本はこれとともに、国連平和維持軍など国際的役割の拡大において重要ような役割をする C2 新型輸送機を開発中だ。C2 は、川崎重工業が製造した多層発エンジンの航空機で最大 37T の物資を輸送することができる。最大航続距離続距離は 8900km に達する。長さは 43.9M、伏は 44.4M で、最大速度は時速 980km である。900M という短い距離で離着陸を行うことができ、夜間での運用に優れているのもルノも強みだ。2010年1月に初飛行を実施し、今年末までに開発を終える予定だ。実戦配置隅地積み。1970年代に日本が開発した旧型 C1 と、米国から導入した旧型 C130 輸送機器を代替することになり、合計40機が導入される。日本は開発コストを削減するために、P1 と C2 2機の航空機を作成するときに使うオサム工具を最大限使用するようにしたという。単発エンジンを搭載している F35A のエンジン推力は最大 19.5T だが、日本 F3 は、エンジン1個あたりの推力が 15T で、2つのエンジンの推力の合計は 30T を超えるとさらりと書いてあるけど、これすごい軍事機密だよね。この後 IHI では 8T、10T、15T まで開発が終わっていることが判明。それまでの日本の戦闘機エンジン開発は 5T が限界なんてぼかしは部品でしまいました。大笑い、
ところで軍事秘密といわれる技術項目がどれだけあるか、普通、日本人は意識もしないし、まあ知りませんよね。まず非米用の基準技術比較項目について見ていただきましょう。戦闘機主要技術。アクティブフェーズドアレイレーダー技術。光学センサー技術。エンジン高性能化技術、能化技術。先進空力計上技術。アビオニクス統合技術。データリンク技術。水力変更飛行技術。ステルス技術。艦艇主要技術。魚雷誘導制御技術。電波センサー操作レーダー技術、パッシブソナー技術すべ、アクティブソナー技術、船舶推進装置統合化電気推進技術、艦艇システムネットワークテムネットワーク統合技術、戦闘車両主要技術、反応走行技術、複合走行技術、単一走行材技術、総和車両走行喧嘩技術すべ、ペトロニクス技術、エンジン小型、軽量化技術、非燃料消費率化技術、誘導武器主要技術、超音速長距離ミサイル技術、射撃管制装置、光学レーザー追尾技術、空力計上長射程化技術、モジュール設計技術、電波誘導技術、水力ベクトル制御技術、ターボジェット、ターボファン技術、マルチバーパス弾頭技術、情報通信主要技術、ネットワーク構築技術、アンテナ技術、高分解能レーダー技術、弾道ミサイル、巡航ミサイル探知レーダー技術、目標識別技術、情報戦主要技術、レーダー妨害技術、防護用通信妨害技術、高波ステルス技術、高波偵察衛星妨害技術、衛星妨害技術、エネルギー兵器、電磁パルス、高電力マイクロ波、技術、無人航空機主要技術、単、中距離偵察用無人機技術、超小型無人機技術、攻撃型戦術無人機技術すべ、運用技術、地上操作技術、無人機群制御技術、無人機用兵器技術、警戒監視用対空型無人機技術、陸上無人機主要技術、無人機の情報共有等の統合技術、無人機の自律化技術、無人機の協調制御技術、制御技術、無人機用センサー技術、爆発物処理無人ロボット技術、基地警備監視技術、小型偵察無人ロボット技術、戦闘用無人ロボット技術、輸送用無人ロボット技術。さて、なぜこんなゾッとするような資料を持ち出してきたかということですが、もちろん大きな理由があります。項目の基礎的な設定は10年ほど前のことですが現在ではそのほとんどが実用化されつつあります。攻撃的兵器機の研究に憲法上の制限があった日本は当時は米欧に大きく立ち遅れておりました ところが、中国の台頭、これは日米にとってはイコール軍事的脅威の増大であって、米国は2007年、韓国切り捨て、対日戦略の大幅未直視を決断しました。実はこれずっと極秘だったんですよね。今もだよ、笑い。その結果、技術開発は席を切ったような流れとなって、現在では攻撃的兵器機の研究開発に特化した米国の一部の分野をどけば、そのほとんどが米国国を抜いてトップクラスです。日本が一番になったと言って騒がないのは米国国を刺激してもつまらないことと、黙っている方がいろいろと都合がいいからですね。大笑い、すでに艦艇主要技術、戦闘車両主要技術、陸上無人機主要技術分野でははトップでしょう。また、戦闘機主要技術や誘導武器主要技術の分野では実証機、新進プログラムグラムでその基礎的研究開発はすでに終了しています。無人機主要技術の分野では、新進5分1モデルで、将来無人攻撃機に向けての研究開発に進む勢いです。情報通信や情報戦の分野では実用的なレベルでは、これも研究開発は終了しています。知ってか知らずか、日本の反日メディアは完全に沈黙しております。対象笑い、ええ。この軍事技術比較項目には特殊なものは除外されている。欧米では不可能、あるいは必要がないとして研究開発されないものだ。十式戦車を例にトルト、走行中万能姿勢発射機能、自動装填機能、目標固定機能、
発射時期制御機能、機制御機能、三次元データリンク技術と、基本技術外のアニメ的機能が実用化要化されている。すでに一世代抜けていると言ってもいい。し、確かにそうですね。潜水艦でも新深度潜航能力はもとよりですが、海中におけるセンサー、通信等の技術は高種にひび抜けていて比較項目にもありません。魚雷もミサイルもステルス化し、攻撃も自律化するなど実戦配備は予定より2年は早まりそうです。2015年中には切り替えが始まるでしょう。D。戦争というものは、このような技術の集大成として兵器があり、それをシステムテムとして運用するものです。したがってシステムに欠陥があると、どんな最新兵器でもお飾りとなります。中国も韓国もパクリがおかげいです。先端技術の利用にはお金も時間もかからずらず有効なようですが、それに付随する基礎的なサポート技術がないと結局局は破綻します。先ほど遼寧の話がありましたが、中国は軍艦のガスタービンエンジンが製造できません。戦闘機エンジンもそうです。よって最新戦闘機は全てロシアからの輸入エンジンですね。潜水艦もロシアからの輸入で、国産は全く戦力になりません。尖閣で一時、無人偵察機が話題となりました。これが無人戦闘機になったらどう対応するのか、という話でしたが、撃墜しなくても誘導しているシステム妨害すれば自然に墜落して終わりです。日本ではこの妨害技術や逆の防護用通信妨害技術、カウンターステルス技術も研究開発中です。日本の輸入外国兵器の運用、整備は戦時面の機動性から、国産またはライセンス生産が基本、当然、国内整備においては国内メーカーが行います。これが技術の蓄積になります。日本は攻撃型無人戦闘機は開発していませんが、作ろうとしえば、自律戦闘を戦闘、自律機関プログラムタイプなら、新進の機体でフル武装でも2年はかからないでしょうね。お隣韓国の実情は悲惨なもので、近代兵器は集めているものの、実際には使えません。延べ壺島では砲が役立たず。イージス艦は軍事 GPS が使えず他の兵器も必要な戦時にはアウトです。中国への対策は全くしないで誘いの隙を作っていた安倍さんですが、売国民主党国民主党の機密垂れ流しで、あまりの軍事格差が分かってしまい、恐れをなした中国は逃げてしまいました。大笑い。まあ、この日中の軍事格差は広がることはあっても縮みまることはなさそうです。笑い。し。あと残っている軍事機密のぼかしとかカットといえばロケット価格武装の問題大くらいだけど、核はカットとして別に取り入れ上げると言っていたからミサイルですね。固体燃料ロケットであるイプシロンロケット打ち上げが成功してから結構騒がれているけど、余命さんも笑いながら言ってるように、この段階で衛星を乗せればロケットで、核を乗せれば核ミサイルというような単純なものではないからねのではないからね。また騒いでいるのは例によって中間くらいのもんだ。笑い。米の ICBM ピースキーパーと同等の能力なんて言っているが、よほどほど気になるんだね。被害妄想も甚だしい。ええ。ただし、中国が日本は仮想敵国は中国として考えていると認識しているのであればその心理がわからなくはない。中距離弾道弾として特化すれば当然 SLBM 潜水艦発射型になるだろうから、イプシロンの3分の2の大きさで、すでに退役しているけど米国のトライデント型とダブってくる。原潜ではなく、近距離普通ディーゼル潜水艦であれば、米国も核弾頭の容認がしやすい。いつの間にか双流型潜水艦も核ミサイル搭載可能な4センティクラスになっちゃってるからね。笑い。米国の経済事情と、中間の関係から、米国は廃棄や切り替えを進めているルミサイル核弾頭を日本に売却したい。その意向はすでに2007年極秘に示されている。現状の日本での核武装はまず不可能だが、核武装が不可避の状況になったときは、当然のことながら日本存亡の危機であるから、反国家勢力国家勢力は一人残らず粛清されている。
通常戦力でも中間には圧倒的軍事格差自覚差をつけているんだから安倍は核問題については当分棚上げだね。笑い。実際にはザ本では500キロクラスの短距離ミサイルの開発を進めている。これはすでにレはすでにオープンだ。イプシロンは射程は1万4000キロ。北京や上海が目標シルベなら3000キロもあればいいというような計算をしている連中がいるが、日本では現状でも2000発の核弾頭プルトニウムを持っているというような話を含めて、考えすぎだな。余命。一旦ここで休憩を入れます。この後は核問題、ロシア、北朝鮮の予定です。2014年7月15日。ぼかしとカット4軍事機密でした。